皆さんハイレベルセッション4にようこそ SDGs の活性化のためのアクセスとイノベーションというセッションになりますありがとうございますシバニタフォーステンと申しますジャーナリストをしておりますネパール TV のジャーナリストでありますカトマンズに日頃おりますけれども このようなチャンスをいただいて同じ同士の集まりに参加することができ非常に光栄に思っております。それでは私どもの素晴らしいパネリストをご紹介申し上げたいと思います。ハイレベルセッション4ですけれども全てのパネリストをご紹介申し上げますがウェルカムです。皆さんパネリストどうぞ ご着席ください。ネームプレートをおなおと、えー、お椅子の隣に置いてあります。1分以内くらいで見つけていただいておかけいただけると助かります。皆様方にお目にかかれて大変嬉しく思っております。ありがとうございます。また戻ってこれて非常に嬉しく思います。では。 早速始めましょう先ほど申し上げましたけれども今回第18回 IGF の第4回ハイレベルセッションでアクセスと SDGs の再活性化のためのイノベーションとなっております。SDGs が全ての世界を ステークホルダーのコミュニティを一つにしてシナジーを作ろうとするその中核にあるということを皆さんご案内だというふうに思います。すべてのアクションインプット努力を集めてそして SDGs を達成しようという努力でありますけれどもまたそれを公平かつインクルーシブな形で行おうというのがその目論見みであります。 今日の他のセッションでも SDGs の話がありました。いかにしてつまり SDGs のほとんどの現状がどの程度にあるのかどのぐらいもっと勢いが必要なのかでないとペースが追いつかないのか全てのステークホルダーズがこのゴールに達成できないのかという話をしました。不平等 これは多くのパネリストの皆さんが言及されていたものであります今朝言及がありました多分ほとんど皆さん同感をしていらっしゃるんだというふうに思います声が一つであったというふうに思いますそれ以外にもより新しい課題というのもあります気候変動であるとかこれが今 もう本当に目の前で展開しているチャレンジですそれから昔からある問題で多くの課題や脅威になっているものもあります私たちがペースをちゃんと守って SDGs を達成するためにこのような課題がたくさんありますですので基本的なサービスへの不平等なアクセスがあるとこれがまず持続可能な開発への道を阻んでいると考えるべきでありましょう そしてデジタルソリューションを活用することによって歴史的に根強い格差があるそれを埋めることができます。で先ほども申し上げましたけれどもイノベーション豊かなテクノロジーをソリューションを使うことによって で新しい課題を抑制することができます気候変動などなどですねで、そのデジタルテクノロジーを活用してそして最大限にそのメリットを享受するということが重要ですけれどもそのためには権利というものを全ての s d g s のマイルストーンに組み込んでいる必要がありますそしてまた平等と非差別は目標ので中心であります 持続可能開発ですけれども権利体制がしっかりちゃんとしていないと平和と公正を全ての人にもたらすことはできませんし情報への公正アクセスを確保し基本的自由を保障することもできません情報へのアクセスというのはあるいはイノベーション この2つの相乗効果というのは願望ではなくて SDGs を活性化するための現実的な戦略でありましてきちんとした効果的な政策を導入して複数の課題に対処する必要があります。ということでこれがこのセッションのベースとなります。1時間ちょっとのセッションになりますけれどもこれだけパナリストの皆さんにご出席いただきまして。 素晴らしいパネリストのご紹介をまずしたいというふうに思います。ジョン・ファーリー国際経済社会問題担当事務局長で事務次長でいらっしゃいます。ありがとうございます。それからまたカロライン・エット・シュタドラオーストリア EU 憲法担当大臣にもご登壇いただいております。ご参加ありがとうございます。ままた大変嬉しく思いますのは エリチ・マルワラ国連大学学長でいらっしゃいますそれからイシド・ナナコ慶応技術大学大学院メディア研究科教授にもご参加いただいておりますまたモハマド・シャリーフモルディブ環境気候技術大臣 ありがとうごございいいいまますす参加いただいて嬉しく思いますそれからまた大変嬉しく近藤正則アジア太平洋電気通信共同体事務局長にもご参加いただいておりますまたリーセフール欧州電気通信事業者協会 ETNO 事務局長にもいらっしゃおりますそして最後になりますけれどもコゾー・ボアキエメタ社のアフリカ中東トリコ協会 公共政策担当副社長にもご参加いただいております。皆様方に温かい歓迎の字を申し上げたいと思います。ではまず質問に行きたいと思います。まあいろいろな質問をこれから皆様に投げかけていきたいと思います。でテーマ別であのそしてそれぞれに答えていますがまず事務局長事務次長からですね。今世界的に見てデジタルソリューションを 特定の s d g 達成のために活用しているといういい事例というのはどのようなものがありますか？ありがとうございます。そして、皆様こんにちは。あ、今日はあの皆様と一緒にこの非常に素晴らしい。あの課題についてのディスカッションに参加できて嬉しいです。またデジタルというのは s d g の現実実現に歩いたあらゆる面で関わっています。で、まあ、国連の事務局でもやはりデジタル。化 というのは非常にユニークな機会だと考えています。 いろいろな分野でですそしてデジタル化こそが STG 達成の鍵だと思っていますデジタルのソリューションによりまして例えば金融包摂を改善しそして公共サービスの実効性を高めそして気候変動の対策それから教育そして貧困そして飢餓などなど撲滅に役に立ちます我々にとってデジタルソリューションというのは単なるテクノロジーとかインフラだけではありませんそれはまさに複雑な 人間の課題にチャレンジして、そして持続可能な開発を達成することです。デジタルソリューション、デジタルな解決策の指針となるべきは優先順位と、そして原理原則です。それは2030開発アジェンダに含まれている原理原則です。それから現在の途上国のニーズにも合わせるべきです。というのは、皆様ご存知の通り、我々が SDG のゴールと2030アジェンダを導入した時には。 満足のいくようなデータがありませんでしたつまり実際にそれを達成できたかどうかということは分かりませんそうではなくてほとんどの SDGs のターゲットに今は実は達成されていなくて15%しか今までのところ SDGs のターゲットは達成できていないんです。でイラクで先週世界のリーダーがコンセンサスで政治的なある合意を採択してそしてそこでより 野心的な行動をとってそしてギャップあるいは格差を埋めるというコミットメントを発令しましたで、その中にはデジタル化の効果を拡散しそしてすべての国特に途上国の参加を促すというコミットですそこで私は強く確信しています我々はやはりデジタル化との力を活用していかなければいけないと思っていますありがとうございます テクノロジーあるいはデジタルセクターをツールとしてそして必要ないろいろなアプローチとかあるいはエネルギーつまり SDGs 達成のスピードアップに活用するということをおっしゃってくださいました次にヨーロッパの憲法担当大臣のエッド・シュタドラーさんこれについてはどうでしょうか。 ありがとうございます。あのご招待いただいて本当に嬉しいです。このハイレベルパネルというのはとても重要なパネルです。で私はあの連邦大臣として s d g s をコーディネーションしてそれをオーストリアで実施する担当ですので、で今現在第2レビュー段階に入っておりまして、そして7月ニューヨークで発表します。で私どもはまさに転換期にあると思います。あの分裂期です。We というのはつまりあの国際社会全体です。つまり AI 人工知能が ま我々誰でも使えるようになってきました。そしてそれをいろいろな分野で使いこなすようになっています。で、この人工テクノロジーがまさにキードライバーとなっていろんな分野に蔓延していくと思います。で、私のあのトピックとして人権に注目をしているんですが、人権の話をすれば、私どもは簡単に AI をより良い形で使って必要なスキルを 育成し、そして情報を収集し、え、そしていろいろな集まりなどを組織化するために使えると思います。で、そこでいろいろな意見とか思想などを一緒に表現したり、情報を裏付けの情報を導入する。そして平和的な集まりに貢献するということが重要です。今世界では本当にあの我々が数年数ヶ月前考えたものとは全然違う。 ような状況になってきました。本当に恐ろしいようなそのイスラエルからのあのいろいろなあの情報なども入ってきています。ですからこの情報を一番いい形であるいはテクノロジーを一番いい使い形で使って、そして人権についての知識情報、それから民主主義についての知識情報を収集し、そして法のあの支配というものをあらあらゆるところに蔓延させるでそれがまさに今必要なんではないかと私は考えています。ありがとうございます。あり では、非常にこの気候変動の被害に遭う最前線だと思うんですけどもどうでしょうか今のデジタルソリューションを使うことについて SDGs の達成にどのように使われるか教えてください。 ありがとうございますまず IGF の事務局の皆さんそれから国連のデザの皆さんに招いてくださったことを感謝申し上げたいと思いますここで発言の機会を頂戴しありがとうございますで、世界の例なんですけれどもグローバルな例ということでいかにデジタルを活用して SDGs を達成していくかということなんですけれども SDGs1 と2というのがありますけれども そこでは貧困をなくそうそれから飢餓をゼロにというふうな目標があります。でただ統計を見ますと20億人以上の人たちがまだ銀行口座を開いていません。でもうご存知だと思いますけれども実践上。 デジタル金融サービススへののアクセスといいうのは素晴らしい方法ですよね人々が貧困から脱却ででできるわけですですからグローバルのイニシアチブがあってこれに対して作業をしているそれから飢餓についてですけどもスマート農業こちらは今技術として台頭してきているところですけどもこれも新興技術例えば AI のようなものあるいはクラウドコンピューティングやセンサードローンブロックチェーン こういったものが役に立つはずですそしてもうすでに実際にスマート農業では使われている例えばバーティカルファーミングというものもあります垂直的農業ですねでこれはですから SDG に にしますそれから9ですけど産業と技術革新の基盤を作ろうというものですけどもで実際 IT それからインフラこういったものがあれば私どもの国にはとってもデジタル経済に皆さんを巻き込んでそしてグローバルな競争力を高めるために役立つはずなんです。でこれは怒っていますただ途上国ののみならず実際にその 先進国国国ののみならず途途上上そしてて後発途上国の中でも起こっていますモルジブの例を取りますけれども昨年それから1年半くらいの間ずっとデジタル ID システムのアップグレードを行っております公共デジタルインフラこれがキーテクノロジーとして私たちがフォーカスをしているものです特に SDGs の達成においてそれを加速しようとすると重要です u n d e s サがおっしゃったように私たち遅れています。UNC が言ったように私たちターゲット人々の地球それから繁栄のためにはまだ目標達成にギャップがあるわけです。デジタルアイデンティティなどをすることによって例えば SDG1 貧困なくそうそれから SDG2 の 飢餓をゼロににというものに資すするはずですそれからジェンダー平等にも資するはずです SDGs16.9 ですけれども特にでここには法的なアイデンティティを2030年までに全部提供するということが求められていますけれどもでそれ以外の公共デジタルインフラにおいてもそれを重要視しています。例えば デジタルファイナンスとか金融分野あるいはデジタル農業こういったものに関してはペースが加速できるというふうに思うんですありがとうございます大臣どうもありがとうございましたでは政策リーダーの方からちょっとご自身お分かりでなかったとしたらスクリーンにタイマーが出ておりますのでこの 色が変わる前にお話を終えていただけたらというふうに思っておりますご理解ありがとうございますでは今度はあーリーズさん、えー、欧州電気通信事業者協会の事務局長にお話をお、ね、お伺いしたいと思いますデジタルというのは非常に興味深いコンセプトで c d s の文脈で捉えると非常に 面白いんです SDGs の中でデジタル開発とかデジタルガバナンスというふうな目標は一つもありません2023年の目から見るとテクノロジー AI こういったものがより今後大きな役割を演じるであろうというふうに思いますデジタルソリューションというのが多くの SDGs に関係していますと 特に例えば高い質のコネクティビティとかより良い居場所へとかあるいはスキルを高めるとかいう意味においては非常にデジタルが重要だと思います。国連のの SDG 報告書の中ににはデジタルによって SDGs のゴールを達成に資するようなエリアというのがありました。つまりはデジタルが不足しているというところが進捗が遅れているということを意味するわけです。SDGs4 ですけれども質の高い教育をみんなにということですけれどもこれは その貧困をなくそうというのが1ですけれどもそれからゴール8というのは生きがいも経済成長もそれから10というのは人や国の不平等をなくそうというものなんですけれどもこういったものというのはもしもデバイスとかネットワークにそのアクセスができない場合にはこういったものが達成できません。なのでデジタルというのは非常に重要でありまして今。 まだインターネットに接続できていない人たちも何億人単位でいらっしゃいますなのでこういった人たちの人生がフルには充実できないわけですなのでコネクティビティとかデバイスとかでデバイドがあるというふうに思いますけどだとしてもまだこういった人々を中心にした SDGs を達成する上でデジタルは重要なわけですデジタルソリューションが 経済社会で使われて気候変動の緩和それから農業や産業をより持続可能にするために使えるというふうに思っていますそしてまた環境にもっと優しい人生が送れるというふうに思いますしそれからまたより住みやすい環境になると思いますありがとうございましたではメタの観点からお伺いしたいと思うんですけれども。 メーターのボヤキエさんどうぞありがとうございますそして今日はご招待ありがとうございましたあ皆様ご注目ありがとうございますまあ先ほどエッノの方がおっしゃったんですが我々は人がブロードバンドのネットワークにアクセスを持っているまあ、ブロードバンドの委員会の報告書では95%の方がネットワークに接続しているでもだからといって全ての人がブロードバンドにアクセスしているわけではないしまた テクノロジーは AI という意味で非常に大きな有望性を提供しています。いまだに26億人の人がオフラインでそしてブロードバンドでもその他の新興技術にもまだアクセスできないでいるわけです。で一つ具体的な例としてテクノロジーを使って SDG の一つあるいは全てを達成できる。 例をを示ししたたいいと思まますメタはもう10年間 AI を手掛けてきました我々が今までなした AI を使った投資というのはコネクティビティについてでそして今朝のボードでコネクティビティへの投資について話をしましたからもう繰り返しませんけれどもただその背後にあったのは我々の理解。 つまり、ひ人がどこにいるかということわかれば、つまり人口密度についての情報が足りなかったんです。つまり、人口動態のデータがあっても、ほとんどの人がどこに住んでいるかということが分からなかった。まあ、本当に曖昧だったんです。そこで我々は AI の衛星画像を撮ってきて、そしてそれをセンサーデータと組み合わせて、世界で最も高度な人口密度地図というのを作りました。これはコロンビア大学と共同 でです。そしてそれをオープンソース化しましたで国連の人道データエクスチェンジ150カ国にオープンソースしたんです結果としてその地図は全ての人が使えるようになりました世銀からまあ、政府とか大学などなど まあ我々が持続可能な開発目標で達成したようなそのインパクトを駆動しようとしているところです。でこれがあのやはり AI それってあのビジネス目標を同時に達成しようとする組み合わせからくるポジティブな結果です。でちょっと10秒ほどあのオーバーしたんですけどもニューヨークで来たのは非常に大きな機会とそういったリスクもある。リスクはもちろんありますけれども AI による機会というのがたくさんあって我々まさに転換点にあります。つまりそのオ を何とかうまく活用しなきゃいけないということだと思いますありがとうございます非常にののそしてあのポジティブな側面を強調いただきましたでは慶応大学の石戸七子様大学院メディア研究科の大学院教授ですありがとうございますそして皆様日本そして京都にようこそお越しくださいました私の方からギガスクールをデジタルソリューションとして SDG の目標4つまり質の高い教育をみんなにと いう目標達成への試みをお話したいと思います。我々はコロナが発生する前、日本というのはやはりデジタル技術というのを学校教育に統合する上ではるかに遅れていました。我々は実は OECD 諸国では最低のランキングでしたつまり学校のインフラの開発そしてデジタルテクノロジーの活用という意味では本当に一番下だったんですところがパンデミックによって大きな変化が起こりました日本はデジタルデバイスを全ての小中学校の生徒に全国で配布しましたでこれが大きな ステップとなって教育格差そしてデジタルディバイドを埋めることにつながりました。でこのイニシアチブを始めたのが2020年だったんですけれども聞いたところによると非常にスムーズに進行しているようです。大きな 交代はなかったということでこれは非常に価値あるグローバルな模範例となると思いますつまり全ての人がデジタルリタラシーを持ちそしてデジタルディバイドを解消するためですやはり平等なアクセスをデジタル教育の環境として提供するということが私は必須だと思いますありがとうございます非常に温かい言葉ありがとうございました私個人も日本は あのまさにハブとしては IGF のようなフォーラムにとっては最も適していると思います私個人もそして皆さんも合意していただけると思うんですけれども我々多く特に好奇心を持っている人たちそれから願望を持っている人たちというのは日本のジャーニーそして日本が今まで達成した業績から学ぶ心が多いですからです。IGF の事務局そして主催国あのパネルにいらっしゃる皆様に感謝します。<laughs> ではまあアジアアジア太平洋ということでアジア太平洋電気通信共同体もいろいろと経験を共有いただけるのではないかというふうに思うんですけれども近藤正則さん事務局長としてどうでしょうか。技術的な 規制のの政策上の課題あるいはデジタルソリューション導入に関して SDGs を再活性化しようとするとどういう課題があるんでしょうかありがとうございます。まず最初に IGF の事務局に対してこの重要なセッションに招いてくださったことを感謝申し上げます。また日本にも簡単に感謝申し上げます。さてご質問ですけれども一体 デジタルソリューションの導入の,その阻害要因とは何ぞやですけれどもアクセシビリティというのが今回のテーマなわけですけれども特に科学的に安価なアクセスというのはテクノロジー的にもそれから政策的にも今後アップデートしていかなければならないというエリアだというふうに思います。私この組織の中での経験として一つ共有をしたい情報があります。て デジタルソリューションをその使えないから紹介しないので導入しないのではなくて必要だと思っていないから導入しないわけです。なので日々人生を送っていて事業をしていて新しいことに挑戦する時間がないんですなので時間も努力もその使うために発達する使うその時間がないわけです。なのでイノベーティブなアイディアがうまくいかないわけで。 逆にイノベーティブなアイデアが今の状況から新しい課題にちょっと手を出してみようかなというほど魅力がないいのだという,ふうに思われます例えば質問などをしますと潜在的なユーザーにアンケートをするとそんなことが出てきますですから起業家的ななな精神とといいうのが必要なんじゃないかとサブサライイにそれによってデジタルソリューションを促進していくという運動が必要だというふうに思います。 近藤さんどうもありがとうございました。ではカロライン・ストー・スタドラさん政策的にどういうふうにその点についてお考えですかそうですね私たち特に一つやらなきゃいけないことがあります。コネクションそのディコネクトディスコネクト。 切り離されれたた人たちを再度接続しななけけばいいいいいととうう問題があるというふうに思いますつまり今の社会的経済的な不平等というものが AI によって増幅されてしまう可能性があります。で私たちとしてはこういった技術は必要だとそしてコネクションをつなげるために必要だと特にコロナ禍の時には大変活用されました。つまりまりず最初に ここののテクノロジーが重要とということを体験したはそして新しいテクノロジーを大学で使う学校で使うそして高齢者ですらもお互いに連絡を取り合うとその孫と連絡を取り合うとか娘と連絡を取り合うということに使い始めてこれが普通になってきたわけです。でもう今 SDGs のことを考えると。 先ほどリサさんもおっしゃったように私たちとしては SDGs をインターネットのためにも必要であるというふうに思いました。でそれは正しい側の判断だというふうに思います。SDG4 と8その生きがいも教育もそれから教育の質をということですけれどもそれから SDG3 先ほどリサさんがおっしゃったようにこれはとても重要だというふうに思っています。特に トレーニングがきちんとできた人たちがいない。 特に人生のいろんな側面でトレーニングできた人がいないという状況においてはこういった SDGs が重要だというふうに思っています。ただいずれにしても接続されていない人たちを全部接続するということが重要で私たち先進国の視点のみならずグローバルサウスの視点にとっても重要だというふうに思っていてこれはものすごく大きな課題だというふうに思っています。一緒にやらないと達成できないことだと思います。ありがとうございまででは学術会 セルシーマルバラさん、あの政策立案者、それから専門家の意見を拝聴しましたけれども、あなたはどう考えますか。つまりデジタルソリューションで SDG を再活性化するための問題はどこにあるんでしょうか。ありがとうございます。まあ、今日今回ご招待いただきましたありがとうございます。私は2つの大きな課題があると考えています。1つ目はガバナンスです。まあもちろんガバナンスでは原理原則は非常に簡単でまず AI の優れた利用を最大化しそして悪い利用を最小化するということです。でその良い利用としては例えば農業の話が出ましたね SDG1 と2が関わってきます健康それから教育ガバナンスですねそして2つ目それはアクセスだと思います。アクセス というのはこの場合はインターネットへのアクセスの話です私はヨハネスプルグ大学のディレクターだったんですがコロナ中まあ、まあ学生が家に戻ると誰もがデータにアクセスできるわけではなかったんですそこで我々はデータパック を学生のために購入しましまたただこれは5万人生徒5万人ですからかなり効果につきました。それから2つ目はテククノロジーへのアクセスですでデータの話に戻りますけれども先ほどデータの流れ国の間のデータの流れそれからそのガバナンスのセキュリティとかいう話にありましたこれも忘れてはいけないと思います。そして次にテクノロジーですデバイスです。 私のヨハネスブルグ大学での経験で2万6,000のデバイスを調達するそれも数週間で調達するというのは決して簡単ではありませんでした。そこでやははり必要なのは各国にトレーニングを行って 他の国々と一緒に協力をしてそして規模の経済を活用してこのようなテクノロジーをま購入できるようにするということだと思います時間が終わったようですありがとうございますマロマナさん、次の質問もあの引き続きお願いしたいんですけれども我々は SDG というのは非常に重要だと豊かさ平等そして あの信仰の課題についても対応する上で重要だという合意はあったと思うんですけれども、ではどの SDG が今我々は遅れているんでしょうか。特にデジタルソリューションの価値を解放するという意味でどこで遅れているんでしょうか。まあ一般論として、あの我々が今遅れているのはもうほぼすべて SDG です。先ほども話がありましたが、たった SDG のうち50、15％、あの SDG のゴール インジケーターのうちたった15%しか達成できていないということですそして確かその50%については遅れているそしてその他につきましてはあのはるかに悪化しているとですから我々が遅れていることは確かなんですがデジタル のオポチュニティをどうやってアンロック解き放すかということですが、やはり教育がその最先端であることに間違いはないと思います。教育というのは、まあ、専門家の教育から。デジタルリタラシーに至るまで、さまざまです。デジタルリタラシーというのは、一つの人権の問題になりつつあると思います。私の母は。まあ、南アフリカで、まあ、高齢者年金を受け取っています。 でいろんなデバイスを与えられてそのデバイスを使うよう私が教えてるんですけれどもその目的は何時間もかけて都心部に行かないでそのデバイスで年金を受けてるようにするためですですからリテラシーが重要だと。それから2つ目ががイインンフフララですす必要なののはこのテクノロジーを活用する ための基盤として必要なんですそれから3つ目がデータですやはりここでもデータが問題ですデータは新たな石油だという話があります私石油という言葉はあまり好きではありませんデータは実は石油よりもずっと良いあの再生可能のある可能性のある資源だと思っていますただやはりこういったことを進めていかないとやはり解き放てないと思いますそれから IP に対すするアクセスこれも重要です知的財産やはり我々がいろいろな気候変動などの対策を講演するうでも最小限に必要な資材 IP というのがあると思います。ですからこの意味でもやはり技術を解き放してそして気候変動に対応することが重要です。 ツールからそして人権まあこのシフトというのはあまりにも早かったので今やそれにペースを合わせてそして整理整頓をしなければならないと追いつくというところに今いると思うんですけれどもエリーズさんあの欧州の電気通信共同体の事務局長。 事業者協議会の方に伺いたと思いますちょっとフランクに話しますもしかしたらちょっとバイアスがあるかもしれませんがこれは事実に裏付けてられています世界はジェンダーイクオリティを2030年までに達成することにはるかに遅れていますで国連のレポートでは今のペースだと百四十年かけない とあのその職場でのリーダーシップ、それから職場でのあの平等機会というものは達成できないと、そして最先端の分野、例えば AI とかそれからその他あのリーダーの22%しか実はリーダーはいませんですから研究にもリーダー必要です。あの女性はコンピュータサイエンスそれから情報科学のえっと卒業生のうちたった40%しかしまっていません。STG5 がですからそういった意味では遅れている。 それからリーダーシップの女性それから科学でも技術でもエンジニアリングそして数学でも女性が必要ですで。これは女性を 入れなければ含めなければ、デジタルソリューションの価値を完全に解き、放つことができない達成できないんです。女性がなければ、例えばあのマシン、ラーニング、モデルなどの学習、あの情報、学習、データなどのバイアスも取れません。でも、一方で平等を達成するためのあのにも使います。例えばスマホ。 というのは女性を他の人とつなげるためのとても重要なツールであり、そして彼女に重要な情報とか教育などを与えるツールでもあると。しかし、あのそれでもまだ格差は非常に大きく残っています。その他の s d g ジを見ると、例えば業業種それからイノベーション9ですね。産業と技術革新の基盤を作ろうですけれども、まあこれは非常に重要です。で、世界の95%は 少なくとも 3g のモバイルブロードバンドアクセスを持っているんですが、ま最後のラストマイルの接続が非常に難しいということが分かっています。で、そこでもま接続性というのはこのパズルのほんの一部であって、それにやはりスキルのあの習得というのがなければならないということです。ありがとうございます。では、モル自分の大臣いかがですか？今の詳細のお話をいただいたんですけど、ありがとうございます。 もうはっきりしたと思うんですけどもお二人からの話にあったようにまさに遅れてます SDGs のターゲットの30%が逆行しているとあるいは止まっているというふうな伸びが止まっているというふうな数字があります。 どの SDGs なののかどのテクノロジーが遅れているのかあるいはどの SDGs がテクノロジーによってうまくいかないのかというふうなことに関しては複雑な質問だと思いますけれどもただ興味深いのは答えはもう先ほど出たと思いますのでまあ大体 の代わりの言い方になるかもしれませんけれども誰も誰一人として乗り取り残さないというのが重要ですモルチブ見てください人口のうちの95%以上がまだインターネットに手が届いていません7%がスマートフォンを持っていませんということを考えるとまあ基礎がいるわけですよね でその基礎については先ほど話があったと思うんですけどもデジタルリテラシーというのがその基礎です SDG5 ジェンダー平等に関してその半残りの半分の,そのジェンダーに対してきちんとスキルがない限り2030年までの SDGs が達成できません人口の半分のみが仕事をしているというのであればうまくいかないわけです。 ですからターゲットは自分たちで決めたわけですから達成していかなければいけません。ということで我々としては脆弱なのでデジタル包摂性といった時にはデジタルアクセス性ということを考えて全ての SDGs を新しい技術でサポートしていくということを担保せねばなりません。例えば AI とかブロックチェーンとかモニタリングステーションとか モルジブにいますのでそういうの重要なんですけどもアースモニタリングステーション重要ですけどもじゃ実際に人にどうやって参加をしてもらうのかということが問題で残りの15%がデジタルにつながっているでも残りの7%の人がまだそのスマートフォンを持っていないのでこういう人たちにスマートフォンがあればスマートヘルスとかスマートフィッシャリーとかスマート農業とかあるいはュリーとかスマート農業とかあるいは 極端な気候から自らを守れたりするようになるわけです。なので、今ステークホルダーが皆手を携えて。 こういった人たちにもそのアクセスを許すためのその基礎づくりをしておりますけれども市民社会もやはりソリューションの一部として参画をしていかなければいけないそして官民ともに仕事をしていかなければいけない分野だと思いますこのような形で段々でお話をするのは素晴らしいことですけれども皆さんが協力することが必要でしょうで場防御経営さんどうでしょうかフォキーさんどうでしょうかはい短く ちょっと訂正しますね誰かが直してくれるかもしれませんけど s d c でユニバーサルインターネットアクセスというものがあるんですけど 9C でそのユニバーサルコネクティビティについてターゲットについて触れられているんですけどもこれは。 ICT がこの中で活躍してくれるというふうに考えていたんだというふうに思いますけれどもちょっと私たちとしてそれが達成できるというのはものすごく大胆な一歩が必要なのでかなり楽観性のある人じゃないと望まないというふうに思いますけれども多分だから達成できないんだと思います。 みんなそれぞれ相互関係がしているわけですよねなので貧困を減らすことによって何ができるというふうなのが全てつながっているので一つだけを触るだけでは改善できないんですエコーチェンバーというのも問題があるというふうに思いますパートナーシップゴール17というのはパートナーシップでもってそのサステナビリティを達成しようというものなんですけども全てのゴールはとっても重要だと思いますけどそのうちこれが重要ですでまたはパートナーシップとしてその中 人工密度マップとか他の AI ドリブンのソリューションをいろんな形で SDGs 絡みで出していますそれは700の機関と一緒になってパートナーシップでやってます世銀とか国際機関とかあるいは移民機関とか UNHTCR とかあるいは学会とか国連関係の団体ともいろいろと協力をしているんですけども でインパクトを見ますと例えばですけどもそのマラウイの接種のとかあるいは水の衛生化とかそういったものがありますけどもゴール6というのは安全な水とトイレを世界中にということでウガンダでそれやってたりしますけどもベネンとかソマリアなどでもさまざまな活動をしています。ということでもちろん電力化に関してですねで私たちもちろんエコーチェンバーに陥ってはいけないと思いますけれども ICT はこういったことを達成することを 非常に大きなインパクトをもたらすというふうに思っています。あ、りがとうございました。では事務次長ですが、事務次長はかなり、あの悲惨な子ほとんどの sdgs がその計画をずれているという話をされていました。けれども。どの sdgs が一番遅れていると思われますか？特にそのデジタルソリューションのあの？ 潜在性を解き放つという意味でまず申し上げたいのは国連そして全ての加盟各国全ての17の SDGs は我々にとっては同じくらい重要だということを申し上げたいと思います特にいろいろな状況を考えますと一部の SDGs SD g のターゲットが 他のものよりも取り残されているという場合があります。例えばファンデリストが先ほどおっしゃった通り、s d g 4つまり質の高い教育、それから女性と女児それから貧困をなくそう、こういったものは確かに遥かに遅れているかもしれません。で、一つ例を挙げたいのが s d g 1 1です。これは住み続けられるまちづくりをというものなんです。で、我々はあのデジタル化によって 地方自治体がスマートシティという取り組みを始める役に立ちましたただ認めなければいけないのは確かにデジタル化によって都市がより持続可能な輸送管理交通管理をしたりそしてエネルギーの消費を削減したりそうした排水管理などを改善する上で役に立っています。しかしか 多くのそれも発展途上国の多くの都市はインフラが限定されているそれから資源リソースも限られているのでオンラインのプレゼンスすら持っていないということが分かっています。最新ののの調査を私の部局が去年行ったんでですけれども47カ国の中でも 人とも人気のあるあるいは人口の多い都市がインターネットの回線を提供してないサービスがないということが分かりましたこのような課題がある中でどうやってデザル化とかデジタルエコノミーの話ができるんでしょうかそれから SDG の達成という話ができるんでしょうか SDG は人間中心であるべきだと言いましたけれども我々にとって はやはり重要なのは包摂性とそれから平等だと思います。ありがとうございます。この観点から、そして今パネリストがおっしゃったことを考えて、ままあ、彼らがどのような課題があるか、そして見通し、そして格差とか不平等とかいう話をされてくれたんですが、あの石戸奈子さんにお伺いしたいと思います。石戸さん、デジタルイノベーションとかソリューションなどを。 導入するときに、グローバルな課題に対応する上でのリスクというのはどこにありますか？そして、そのリスクはどのように取り除くことができるでしょうか。ありがとうございます。ここでの基本的なリスクというのは、そのいろいろなあのデジタルテクノロジーの利用についての見方が多様であるということだと思います。技術の進展のスピードというのは、特に生成 AI の出度は非常に早いです。そして、どうやってインタ。 あのインタラクティブな形でや使っていいかどうかということで意見の相違があります。で今年の G7 のサミットでもこれが非常に大きな争点となりました。またグローヤルなメタのような巨大な企業がもちろんあってそのような大きな力を持った企業というのがあるわけです。あの国と同じぐらいの権力を持っているわけです。ということで人々はま考え方が違うですから。 AI を特定の目的で使おうかどうかということについてもやはりあの異なる意見があるわけで、すそれがリスクだと思います。例えばあの16あの SDG16 ですけれども、デジタルテクノロジーは平和を 必ず実現するのに役立てます今国と国の間の紛争の中ではデジタルテクノロジーがかなり広範囲に使われていますでテクノロジーは人を支援する力もありますがしかし一方では潜在的に害を及ぼす潜在性もあるわけです人間の意図というのがリスク要因となり得ます,ななり得ますつまりこういったツールをどう使うかのリスクファクターですですからそれらのリスクを削減するためにはディスカッションが必要だと思いますそれも複数のマルティプルな ステークホルダーを関与させる協議をすることです。で、正しい意図さえあれば、デジタルテクノロジーを。まあ、あの、前向きに良い方向に、あの。誘導することができると思います。では、リーさん。リスク。デジタルエクノロ、テクノロジーを使う上でのリスクの話をしてましたけれども、いかがでしょうか。はい。 デジタルソリューションの適用ということでありますけれども私たちもちろんメリット大変大きいと思いますけれどもでもリスクの潜在性というものも忘れてはなりません私のものも含めてですけれどもまず不平等これが大きな有料事項です数字も26億人の人がまだ接続されていないという恐ろしい数字が出ましたよねで しかし。 先進国において、途上国において、あるいは後発途上国においては、まだ接続が行われていないわけです。ですから、そういう人たちにデジタル化のメリットをいかに届けるのかということが私たち重要だと思います。彼らの日常生活に組み入れるということですね。それからデジタルリテラシー、先ほどお話をいただきましたよね。これは先ほど非常に雄弁に語っていただいたので、もはやしゃべる必要はないかもしれませんが、それが1つ。つ目が課題として 環境の課題ですデジタルによってメリットがあると思いますけれどもしかし一方でデジタルインフラは一方で削排出が増えますこれは非常に傾向としては AI 技術などがあることによってさらにそれが高まります。ですのでいかにしてこれを管理するのか。 持続可能な観光を使ってテクノロジーによって環境の被害を減らすのかどうやっていくのかということを考えなければいけませんのでそれは常に頭に抱えておくべきです。なので s d g のチャレンジとしてそのテクノロジーを使うということにあたってはソリューションとしては直接こういった また課題に対応できるものを考えていかなければいけないんだけれどもプラス潜在的なリスクにも目を向けなければいけないと思いますありがとうございましたショージーマル学長どうぞありがとうございますもはや皆さんにいいことを言われてしまったんで繰り返さないように言いながらですけれども石戸先生それから、えー、事務局長にお話をされましたけど倫理 これは非常に大きな課題だというふうに思っておりまして、えこれは率直に立ち向かう必要があると思います。例えば例ですけれども、環境悪化のその範囲量においてはデータセンターがその影響している部分というのは大変大きいんです。例えば e-waste 電子廃棄物などがそうですね。で これも倫理の問題と内包倫理に内包される問題だと思いますそれから2つ目プライバシーそれからサイバーセキュリティの問題に関してこの2つ私とっても憂慮しているんですけれども非対称性がありますよね能力においてグローバルにこれは単にグローバルサウス対グローバルノースという,ふうな問題ではなくてグローバルノースの中にも非対称があります この能力の非対称性ケーパビリティの非対称性が存在しているのでやはりグローバルな合意が必要だと思います。ただこれはグローバルな合意は難しいんですけれども仮にあったとしてもしかしながら。 サイバー戦争が大きな脅威であるとかだからその心配しなければいけないのだというふうなところに関してしかありませんそれからアクセスももととてて重要だといいう,うに思っています例えばアクセスの問題であれば技術のコストテクノロジーのコストというのが関係しています。例えばコストが病 あるいはテクノロジーに平等なアクセスができるためのそのコストというものが合理的でない限りそれはグローバルのチャレンジであり続けるというふうに思いますそして最後になりますけど教育の問題があります教育は平等に均等に皆さんに与えられているものはありません法律立法者に対して教育をなって規制やルールや法律を 立法化していただいてその中でもグローバルな課題も考えしてもらいたいと思っておりますもちろんグローバルな課題とそれからローカルな課題というのを一つにとらえていただければなりませんけれども今度と近藤正則さんの方からお願いいたしますありがとうございます 前のエンジャーがおっしゃったことま特にサイバーセキュリティについての発言があったので私の方からまた別の角度でこのトピックについて話したいと思いますグローバルな課題というのはグローバルなものですたった一つのプロジェクトでその問題課題を解決したりすることはできませんということはつまり何らかの方法で我々はデータとか情報をいろいろなステークホルダーの ま国あるいはリーシナルあるいは国際的にその間で収集をしていく必要があるということなんですで、デジタルなソリューションが進展する中でデータのインターオペラビリティ相互運用性というのが課題となると思いますで、その文脈で考えなければいけないのはデジタルパッチワークとなる脆弱性ですつまり脆弱性が ネットワークの一番低いレベルに修練してしまうと一番弱い鎖のレベルになってしまうということですで、我々は具体的な仕様とか標準化はあのあまり実用的ではないそれは必要ないと思うんですけれども最小限の要件というコンセプトがあれば将来お互いにま協力する上で一条になるのではないかと思いますではリーゼさんどうぞはい 前にも申し上げましたがデジタルというのが多くの SDGs に関連しているということですがただそのデジタルのエコノミーの標準あるいはデジタル社会などのまあ あるべき姿などを設定している sdgs のターゲットはないわけです。ゴールはただ、それは一つのリスクでデジタルでデジタルイノベーションとか、そういう言葉をもう本当に使いながら、その背後にある言葉の定義はあまり考えていません。つまり、接続性コネクティビティ。 というのが s t g を達成するあるいはその豊かさを達成する直接的な要因にはならないと思いますデジタルソリューションというのはやはりオープンで包摂性で安全でセキュリティの高いそして人権を尊重するインターネットをもってして初めて達成できると思いますでコネクティビティをまあ 展開するというのはこのパスの非常に重要な部分ですけれどもしかしまあそれにはオープンなインターネットが必要ですつまりマルチステークホルダー的な形で決定がされるインターネットですつまり政府民間社会そして学術会それから市民社会 それから技術社会テクニカルコミュニティこれ忘れてはいけないです。それが一緒になってオープンなインターネットがうまく機能するようなそういう仕組みを作っていくということなんです。それが重要です。で、i e f のリーダーシップパネルで私どものえっとエッサタンキャロラインさんと一緒に実はこの問題に対応しています。同時にあるプロセスを通して皆様方 全てにリーチして皆様方のご意見を伺うつまり今インターネットをどのような仕組みにするべきかという意見を伺うということをしていますでこれはやはりデジタルイノベーションをそしてソリューションを正しい未来に向かった方向性に持っていくために絶対必要だと思いますデジタルなソリューションとイノベーションが全ての人の役に立つことを担保するためにはそれが必要だと思いますではボルジブの大臣どうぞ はい実践している人間として私が課題として直面しているものというのはやはりテクノロジーが複雑性を持っていいるととうことですデジタルイノベーションというふうに言われますけれども AI であれあるいは宇宙技術であれこういったものがどんどんと複雑性を増していますし大きな の課題がその複雑性からありますサイバーセキュリティのリスクであるとかあるいはデータプライバシーのリスクも増えますで特に私たちのような途上国のえ小島諸国においてはやはり専門性が欠けています例えばこういったものを国内でやろうとすると専門性が欠けていて プラス金融のリスクがあります IT のブラックホールにお金を投げ込んでしまったというふうな状況になりますそのイノベーションに資金を投下しすぎてだけれども実際にはメリットがもたらされないというふうなこともあり得ますでも 同時にしばしばば起ここるののは逆のこともありますつまり十分な資金をテクノロジーに対して投下しなかったら本当のポテンシャルがあるテクノロジーにその資金を投下してしまうのもわないということがあります。なので環境についてもそうですけれども eWaste のようなテクノロジーのもたらす問題もあるしそれから金融的な影響もあります。じゃあ この解決をどうしたらいいのかモルチーブは専用のチームを作りました過去数年前からですねそれによってリソースがそのための専用のリソースとして貼り付けられています非常にセキュリティも県念のものを導入しシステムを統合のセキュリティアーキテクチャに統合していますそして私たち ローカルそれからインターナショナルなプライバシーの基準にも準拠してそして人にも投資をしてトレーニングをして開発をしています。こういったことをやることによって数日前にふと気づいたんですけどもサイバーセキュリティセミナーがあってそこで言われたのは実際に 企業家的な企業家精神的なアイデアをデジタル変革に政府の側でも持つことには意味があるのではないかというふうに言われました。スタートアップ的な発想です。ありがとうございました。キャロラインエプスステドラさんどうぞ。こういった素晴らしいお話をいただきまして、まあ長く喋った人も短い人もいますけど、私短く喋りたいと思います。リスクというのは私たちが人間であるというところにあります。 つまり人であると人間であるなので人権が必要である人権ベースのアプローチが必要であるということを申し上げたいと思いますここはやはり新しい技術のもたらすリスクのてそれあそれから AI がもたらすリスクの軽減においても人権が重要であるということですで人権をベースにやることによって技術的な進捗があったとしても包摂で 的であって、その意図的にもそれから意図せず差別あるいは阻害をもたらしてはならないということにもなります。で数日前に誰かから聞いたんですけども、私たち新しいテクノロジーに適応するのに100年かかるという風うに言われてたんですけども、インターネットで50年になりました。50年前に誰かがインターネットを作って、今このような状況にあるので、私たちとしては？ リスクとかいろんなその新しい技術を使うことによってもたらされるリスクに何らかの対応するいい時間に来ているというふうに思います。人による監視それからその透明性それから説明可能性というものも担保する必要があると思っています。 それをやればテクノロジーを一番いい方法で使えると思いますすべての SDGs の分野において社会全体において活用できるというふうに思いますありがとうございますあのこれ以上の表現はなかったと思います特に人間性ヒューマンネスという言葉がまあ今議論の中心となってまいりました特に AI の時代ではこれが中心となるべきだと思いますとても重要な あのそのご発言ありがとうございました。人間的な側面をあの加えてくださいました。ではあの次に政策の話をしたいと思います。この議論の中でそして今まで。 もう何十年も渡った議論の中で政策というのがいろいろな協議とかアクションの中心となってまいりましたで我々がここに座ってそしてこの課題を議論する中で、まあ、や,やはり時間がなくなっているつまり我々が自ら課した目標を達成するのに時間がなくなってきているそして新たな課題が目の前に扱ってきたそして一方で我々はいろいろなオプチュニティチャンスなども やはりメリットをこれから享受したいと思っているということでこの中で近藤さん我々はどうやってデジタルイノベーションそしてソリューションそして s d g の課題を特に政策立案という面で進める上でどうやったら支援を動員できるんでしょうかまあシンプルな答えはやはりそのプロジェクトの重要性を説得してそして政策立案者にサポートをお願いすることだと思うんです。ただ いつそしてどうしてこのようなプロジェクトをサポートしたいと思うんでしょうか誰かに頼まれたからとかあるいはそうした方がいいあるいはそうしたいからという3通りがあります自分がしたいからと思うのはあの自分の目でそれが必要な人を目の当たりにしたあるいは他の人から感謝されることに喜びを覚えるあるいは 状況を自分で変ええるることととがでできると思思た時だと思うんですですからどの理由であれ自分が必要性そして重要性を認識すればそして自分ならできるということが分かれば行動に移せるわけです。そこでここで是非申し上げたいこれは私個人の意見なんですけれどもそれは我々は。 グッドビルアンバサダーそれもデジタル SDG のグッドビルアンバーテスターというのを任命してそしてデジタルのそのについていわゆる立案者とかあるいはステークホルダーに教育をするそれからデジタルポリシーハッカソンというのもどうでしょうか政策立案者とか専門家テックの専門家それからイノベーターの間でテックハッカソンをすると。 あの皆さんは通常はハッカソンの主催者側に立ってらっしゃると思うんですけれどもハッカソンにプレイヤーとして参加をし,したらこういったポジティというのがやはり自分のこととになると思うんですねあの当事者感が生まれると思うんですですすからそういったプロジェクトあるいはアクティビティを人にサポートしてもらうためにはこういったアイデアがあると思います。ありがとうございましたでは専門家 クージャボルケさんどうでしょうかすみませんもう一回質問をあの繰り返してくださいどうやって政策立案者にテクノロジーあるいは SDG の支援を動員するかということですかそういうことですかごめんなさいちょっと距離があるのではっきり聞こえなかったんですけれども我々がああすみません質問を繰り返していただけますかと伺ったんです わかりましたやはり距離が問題なんですね失礼しましたでは質問はどうやってデジタルイノベーションそしてソリューションそれも SDG の課題を支援するための政策立案者の支援をどうやって動員するかということなんですがまあ、政策立案者からのサポーターはこれ以上必要なんでしょうかまあ、私がそういうのはここ数週間の間ガーナクラスレゴス そしてヨルダンのアマンそしてエジプトそしてニューヨークと渡ってここに来たんですそうすると非常に大きな支援を感じましたテクノロジーの利用に関してで大きな支援を感じました APT の方がおっしゃった通りですからそのテックをより実証するということが重要だということはその通りだと思います。それから日本の教授が先ほどを政府 学術界そして民間セクターそして大手のビッグプレイヤーなどでどうやってこのテクノロジーを活用したらいいかという協議が必要だということもおっしゃいましたでここ数週間私はいろいろな協議を進めてきたんですがその狙いはやはり我々の目の前にあるこのオポチュニティを認識してそしてリスクを過大評価しないためですとなぜそういうかと言いますとムスタファーシーシー生アフリカの科学数学大学の方ですが彼が言ったのは 人々が恐れているこのテクノロジー例えば AI というのはまだまだ初期段階であると彼は科学者エンジニアですで彼によるとまだまだ開発の初期段階であって大きな AI の機械が人間を乗っ取るということはまだはるかに先だとそれから私は政策立案者メタというのは例えばアメリカのあの ai に対する自主的なあのコミットメントなどをのサポートしてます。それから、サウジアラビアの ai アフィックスとかあのこういった開発担当の企業と話すと、多くの政府もそのオポチュニティを活用しながら、一方でその発展についてはちょっとあの伏線を置こうと、あるいはあの制約を置こうということにしているようです。で、多くのその学術家あるいは科学者などが政府に対して、このオポチュニティは必ずあの活用しなきゃいけないと。 いうことを訴えるべきだと思いますでは石戸七川さんどうでしょうかありがとうございますデジタル技術を使って政策を作るこれはステークホルダーも含めて参加者も含めていろいろな人たちが入ってくれる必要があります市民なども含めて 私たち多くの市民が政策決定過程に短期的には入れるようになるというふうに思いますそれからリテラシーが高まるということが長期的には重要であるというふうに思いますただ同時に新しい技術である AI などなど ブロックチェーンなどを使っていくという意味においてはもう生成 AI を使って政策の問題を支援してもらうというふうなこともします。また分散型の,そのえ組織でこういったものがいろいろと始まっておりますけれども世界的に共有されるべきだというふうに思います。 近藤さんがさっきおっしゃったようにえ私たちもそのアクションを取らなければいけないというふうに思います SDGs で重要なのはやはりゴールに向けてアクションを取るということですからそういう意味で優先順位を決めてどのゴールが一番我々にとって重要なのかそれぞれの国で決めていくとそしてそれらの優先順位を実際のアクションに落とし込んでいくということが必要だと思いますありがとうございますアクションにストレスを置くということですね でこの質問をジョン・ワリーさんにリーさんに聞かないとならないというふうに思います。そうですね今までのパネリストの皆さんがアクションが大事というふうにおっしゃったということですけどもアクションがあることによって現実が変わってくるというふうに思うんです。近隣環境としてデジタルイノベーションののの周りに政策のその 文脈というのが必要だというふうに思いますどうやるかということなんですけども参加全てのステークホルダーの参加を最大化するということですそしてグローバルな枠組みをデジタルイノベーションを作る過程にその国の政策とかあるいはあ2カ国間の政策の中で作っていくということだと思いますグローバルコンパクトというのが 世界のリーダーで来年の9月ニューヨークにもう一回集まった時に議論されるということがもはや決まっておりますけれども全てのステークホルダーがこの協議のプロセスに入っていただくということが必要です。そその中には政府国会会民間部部門門れから企業部門学会技,術技術コミュニティ それから若い人たちもそれから女性も入っていただくで UN システムですのでそうですよね。でそれをすることによって努力とか視点とか提案とかを一つにまとめてそれによってより良い環境を作ってデジタルイノベーションを迎え入れられるというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございましたではここでこの協議 の中でこのとても重要なあのハイレベルのまあ閣僚ハイレベル代表としてあのテレビのカリブ電気通信 基本のジュールさんに司会をお願いいいいしたとと思まますすありがとうございますそしてパネルの全てのハイレベルの方々アーネスト・ロドリゲス・ヘルナンデス彼はキューバの通信副大臣ですが彼の方から身近に今日聞いたことについての発言をいただきたいと思います。ということでヘルナンデス様どうぞ。 このような気合をいただきましてありがとうございます第1回の情報社会についてのサミットが開かれたのが20年前ですそして175カ国の首脳そしてリーダーがそれに署名しましたこの協議の中で発展途上国は この呼びかけに対して答えを落としそしてデジタルデバイドをの橋渡しをしましたそして知識それから情報についてのアクセスを改善しようとしたわけですそして20年経って我々は情報技術とそしてインターネット特にインターネットにより基本的なツールとして 社会の発展に貢献することが分かりましたそしてその中でこの行為というのが特に途上国にとってとても重要でした先進国よりもですねそこでなされたコミットメントの中で達成されていないものもありますこの第一回サミットの後ですねで、その課題の一つとして全ての ステークホールダーのさまざまな要求に応えて社会経済的な発展を阻害するような要因を解決するというものがありました。で各国首脳政府の首脳が G77 中国で開かれましたけれどもそれとハバナキューバのハバナ で先月9月23日に開かれた会合で一部対応されましたそして科学そして開発におけるテクノロジーの役割についても協議されそしてその会合の最後にサミットで2025年までにある文書を批准しようとそして中国は直接的なつながりをこのサミットとそれから情報 情報技術と組み合わせて開発を発展させるということを約束しましたそして情報社会サミットのとそれからアジサベブで開かれた会合そしてその他のマルチステークホルダーの政策会議そして将来のサミットとの間をつなげるためには我々は G77 中国の G77 の作業つまり情報社会の作業をリビューするその役割を認めなければいけませんグローバルパクトあるいはその他のサミットの文書を実施することで発展途上国とそして先進国の間のデジタル格差を埋めることが必要になります。また 我々はその中でデジタルツール を開発し続けるということを約束しました。あの情報社会サミットで、あの情報社会をあの作るということが新たな100年の課題であると言ったわけですけれども、その中で、あの情報社会の共通のビジョンというものを打ち立てました。で、それはまあ人間全体に、そして開発にフォーカスすることが重要だということを訴えました。で、この文書は。 交渉されそししてて今発行しておりますこの中でまさにある夢が実現しましたつまり情報社会というものを作りたいという20年前にその開設された夢を実現することになったわけです。キューバの方ありがとうございましたではロドニー・テイラーさん彼はカリブ電気通信連合の事務局長ですからお話をいただきますどうぞ。 ありがとうございます。ジュエルさん、そして皆様こんにちは。私の方からはカリブ海の視点まカリブ海というのは、あの東諸国での集まりでありまして、stg のあの実現が非常に重要ですそして彼らにとっては一部はあのまさに存在の脅威です。特に環境と気候変動がそうなっています。持続可能な開発を通して。 世界の最も大きな課題に対するソリューションを実現することができるということはパネリストがおっしゃいましたまたアクセスが一つの橋となってイノベーティブなソリューションとそれしてそれを一番必要としている人との国民との間の橋渡しとなりますまあ、今この部屋にいる人あるいはオンラインでも今まで話されていないわけではなくもう十分討議されてますですから討議ではなくてやはり行動 を語らなけけければいまませせんん政府の行動だででは十分でありません我々はマルチステークホルダーのアプローチの価値は認めています。で今回この会議ではいろいろな分野にそれぞれの専門分野のそれからあのパッション基づいて貢献することができます。そして そしてユニークな特に脆弱な国民特にシーズなどに対応するための資金を導入しそして選手の精神から持続可能性を利益の最大化よりも優先しなければいけないまた安価なアクセスというのが特に DC そしてグローバルサウスでは重要ですで安価なアクセスによりまして教育そしてヘルスケアなどへのアクセスが拡大することになりますまた あのアイディール・パートナーシップ・コネクトというパートナーシップはグローバルコミュニティのサポートが必要です。特に最も このインターネットエコノミーから利益を得ているところは支援するべきでしょう。そして国際的な協力、それからパートナーシップを通して、そしてワーカブルソリューションを向けて知識を共有することです。デジタルコンパクトへの作業について話がありました。で、国連のこの作業はやはり完全にカリブ海が支援しています。そして教育とアウェアネスが重要です。最も必要な人がテクノロジーを使って、そしてエンパワーメントされて、自らの開発に関わることです。IGF 今後も。 あの有的な、そして独立のいろいろな協議をそれも国、そして文化的にレレレマントなコンテクストで促進するべきです。その意味でカリブ海は第19回の IGF を行いました。あのそれから若者の IGF というのも開いています。SDG の実現を加速化するということは複雑です。でも持続的な努力とそして多面的なアプローチによって大きな前進をすることは可能だと思います。ありがとうございます。 ありがとうございました。カリビアンテレコミュニケーション・ユニオンの事務局長となります。次はアリシャバナ国連アジア太平洋経済社会委員会の事務局長のビデオをいただきます。ご参加の皆様方。 京都で開催されるインターネットガバナンスフォーラム2023で講演する機会を与えてくださいました日本政府そしてデサそれから ITU に心から感謝を申し上げます今年のフォーラムの包括的なテーマである我々が求めるインターネットあらゆる人を後押しするためのインターネット は全ての人々に力を与えるものです全てのステークホルダーが積極的に参加することでこのイベントは人々とインターネットのエンパワーメントの未来に向けた世界的な合意形成の一助となると確信していますデジタル接続は社会に大きなデジタル配当をもたらしますで、このような配当がしかし公平に分配されなければリスクに対応することはますます難しくなるでしょうしたがって 今年のフォーラムに選ばれた8つのサブテーマが全て時期にかなったものであることは喜ばしいと思っています特に AI と新興テクノロジーに関するそれからデジタルデバイドとインクルージョンに関するサブテーマは注目に値しますそこで地域的な視点を共有させてください アジア太平洋地域におけるデジタルデバイドとそれから包摂性の課題というのはここが依然として世界ででで最もデジタル格差が大きい地域であることです我々の調査では特別な状況にある国々において限られた手ごろな価格のインターネットアクセスや男女間のデジタル格差が悪化し続けているということが特にパンデミックの間浮き彫りになりました。非常にに日本のようなデジタル的に進んでいる国は えー、非常に進んでいて。えー 例えばフロンティアテクノロジーなど例えばデジタルハブあるいはデジタルガバナンスという意味で大変進んでいらっしゃいますそういう意味でデジタルスキルやデジタルインフラなども進んでおりますけれどもしかしながらデジタルイノベーションのスキルに関してはまだその採択を遅れているという問題がありますで AI それから振興技術の機会におきましてはこういった振興技術というのは特に持続可能な SDGs の13において有効であると考えられます えられますこれは、えー 例えば逆をこの地域ではしているんですけども例えばシンガポールにおいてはスモートネーションというイニシアチブがありますで AI を使いまして成長それからイノベーションをリソース効率的な形で行おうとしています一方で日本においては数多くの AI のアプリケーションが行われておりまして例えば防災などあるいは気候を適応などに使われていますそして韓国においては AI を投資をしまして 教師のトレーニングを行うカリキュラムを作っていますそして学生たちが AI ドリブンの学習ができるようにあるいは将来に対応できるようにしていますで人を中心に置いた AI を今後開発させていくということそしてまた人々の価値観やそして人権を重要に重要視したものというのは今始まったばかりであります。 で今申したように多段階多め多、側面のあるものでありますので、やはり将来のやり方としては私、我々が望む将来というのは、マルチステークホルダーでやっていくのが最もいいというふうに思います。3つありますけれども、1つはやはりデジタルデバイドが広がっていくというこの状況を埋めていかなければいけません。ですので、デジタル集約的将来につなえるためのデジタルコネクティビティへの投資が必要です。またデジタルルテラシーやスキルを 高めていく必要がありますそして責任あるインターネット利用が非常に生産的な形で行われるということが必要ですそれから最後になりますけれども政府民間セクターそしてステークホルダーの協力が必要でありそれを強化していかなければなりませんそういう意味では加盟国と一緒になりましてアジア太平洋インフォメーションスーパーハイウェイイ,イニシアチブを2022年から26年まで実施をしておりますこののアクションンプランはその協力のアクション ののための地域のブループリントとして機能しておりまして、デジタルデバイドを埋めていく、そしてデジタルのトランスフォーメーションを加速していくということになります。で、こういったことが、ユニバーサルなデジタルコネクティビティを達成するために、うまくいけばいいなというふうに楽しみをしているところであります。どうもありがとうございました。And thank you, m s Alice j a a n a a l i c e j a a n a さん、ありがとうございました。国連 SCAP のアジア太平洋エスキャップの事務長,長です。次に世界銀行専務理事、アクセル・ヴァントロッセンバーグさんもビデオでご参加いただいております。どうぞ。ご齢席の皆様、京都でそして。I hear somebody whispering behind me, AI. 私の後ろで誰かが AI と囁きましたテクノロジーがあるところには必ずこういった問題が発生しますがどうでしょうかあの後でまたビデオが再生できるか分かりませんが。はい あの一応戻しします。ありがとうございます。あのデジタルですから必ず問題発生するですから、まあ、これだけの能力を持った人が一箇所に集められたんでしょう。まあ、いずれにせよあの本当に今日は大変嬉しい機会でした。そしてこのような閣僚ハイレベルの,の代表の方々のお考えをいただいて非常に感謝いたします。では最後にまあパネルのまとめになりますが。 パネリストの方々に締めていただきたいと思いますということでまず私から一番遠いところにいらっしゃる小城保安健さんメタあの副社長どうぞありがとうございます時間は今回はどのくらいですか2分ですかわかりました2分ですねではあの取りまとめて話したいと思いますがこの部屋にいらっしゃる方は誰もがそして私がこの数週間 あ,のあるいは数ヶ月間数年間話してきた方々はテクノロジーの,その潜在性を信じていますつまり SDGs とそれのゴールなどを達成する上では遅れが出てますけれどもそれに役立つと考えています。一方でリスクもあると それもテクによって格差が広がっている26億人の人がまだオフラインであってブロードバインさえ接続していないそれもよりイノディベーティブなブロードバンド上に乗っかる技術さえにも接続できないというのはその問題を表しています。で先ほどユニがおっしゃったのはやはりこれからテクノロジーがちゃんとした役割を最善な形で果たせるようにするためのやる方としては例えば我々のような会社が。 例を示すすととといいうことだと思います皆様が多くがおっしゃったような人口地図とかそういった形で模範例を示すそれからアメリカでは例えばそれからヨーロッパとかそういった場所で行ってきたあるいはアフリカとかあるいは中東そしてアジア。 でもあの行われたような政策についての協議を行いながらやはり行動を起こすということが重要だと思います相手言うとその他のパネリストの方もおっしゃいました今は我々ルールについて議論をするあの場合ではないとやはり行動が必要だとおっしゃいましたその通りだと思います我々はやはりあの分析によるその 麻痺に陥らないようにするということが非常に重要だと思います。ありがとうございます。よくおっしゃってくださいました。あの各パネリストに2分しか差し上げられないんですが、あの本当にあの最後の締めの言葉をリーズさんどうぞ。ありがとうございます。まずこのパネルに参加できて本当に光栄でした。それもこれだけ有名な著名な方々にの誘客を成したということは非常に嬉しいですが、まあ、これはいい機会でもありました。つまり一回止まって でどうやって s d g を再活性化できるという考えることです s d g はもう制定されてから何年も経ってそして世界は変わりました我々の予想を超えた変化がありましたまずグローバルなパンデミックがあってそれによって社会とか医療とかそれからデジタル構造とかインフラなどが試されましたそれから 最新のテクノロジー最先端の科学そして研究の最先端の人々が例えばコロナのためのワクチンなどの先端技術をまさに最先端のものを短時間で提供しましたそれから AI 人工知能の結果例えば我々はチャットボットとか大規模言語のモデルなどを まあいろいろとテストして、そしてその魔法のような力に感탄しました。で、今話があったように SDG の達成を見るとかなり見通しは。 悪いいように思いますがでも今日のパネルを伺ってそして SDG たくさんの SDG のゴールを挙げたんですけれどもその中で一つの重要なことが分かってきましたそれはデジタルなイノベーションは少なくとも私にとっては SDG のその歌われてないヒーローであるとそれ自体がソリューションではないそれだけ単独ではない。 解決はできないけれどもデジタルが SDGs を達成するための我々にとっての最短の距離最短のソリューションだと思いますただ全てのステークホルダーのその協力とそれからコラボレーションが絶対必要だと思いますでは次に近藤さんに短くでいいニュースはビデオがこれからちゃんと大丈夫になったということですので アクセル・バントラストンセンさんのビデオをまず流しますご列席の皆様、京都で開催される今年のインターネットガバナンスフォーラムのオープニングでご挨拶できることを光栄に思います本フォーラムの主催者である日本政府および国連の方々に本フォーラムにご招聘いただいたことそして デジタルアジェンダに関する世界銀行との長年のパートナーシップに心より感謝申し上げます私たちは今日世界の様々な課題は絡み合った危機となっておりデジタルアジェンダがこれらの危機の解決に果たす役割は大きいと認識をしています世界銀行は 何十億人を貧困から救うために過去30年40年の間多大な努力を払ってきましたがコロナの大流行は経済成長とそして貧困削減にとって大きな後退となりました貧困との戦いを再び前進させそして多くの世界的な課題や危機に対応するためには新たなアプローチが必要ですそのため私たちは資金知識データそしてパートナーシップをさらに拡大して そして実現に向けて動き出していますデジタルが開発において果たす役割は今も将来もますます大きくなるでしょう世銀は人豊かさ地球インフラストラクチャーとともにデジタルを業務の五つの柱の一つに位置づけていますそして当行の知識を事業の中核に据えながらコミュニケーションを高めていきたいと考えていますデジタルはまさに時代の変革の大きな機会ですオポチュニティですデジタルテクノロジーは 新たな雇用を創出し新たな市場を開拓しそして機会を創出し政府の効率性と透明性を向上させるまさに発展の原動力となっていますしかし一方でデジタルディバイドを拡大し貧困格差を悪化させるというそのエクスクルージョン排除のリスクにも注意を払う必要があります。今日のデジジタル開発アジェンダには インターネットと世界のデジタル空間を管理するための技術的なな解決策と健全な基盤両方が必要です約26億人がいまだにオフラインの状態にありそして2022年には高所得国では人口の90%以上がインターネットを利用しているのに対し低所得国では25%しかインターネットを利用できていません。 多くの人々がインターネットを効果的に使用するための基本的なスキルを持っていませんしかし今後5年間で推定で8億5,000万人がいかなる身分証明書ももたらすアナログの世界さらにはデジタル世界とその発展の可能性から排除され続けてしまっております デジタルソリューションは多くの国で依然として細分化されております。つまり様々な 新しいそして効率的な政府サービスを提供する機会を逃しているということになりますしかしデジタルなシンプルなソリューションだけでは十分ではありませんというのもデジタル分野の主な基盤というのは信頼だからですですから単に技術的なソリューションだけではなくオープンで包摂的で安全でそしてレジリエントなデジタル基盤が必要になるわけです でこういったことがあることによって全ての人に情報がアクセスできることデータが国内に保管されているか国境を越えて取引されているかにかかわらずプライバシーと個人の情報の保護が行われているということがその信頼の基盤の中に入っている必要がありサイバー犯罪者による詐欺やハッキングやその他の侵害を受けるリスクが最小限に抑えられて誰もがインターネットに参加できる自由が望まれます。 この課題を前進させることができればデジタルは人間や経済社会の発展を進める力を最大限に高めることができます。それが私たちにとって役立つ世界的な公共財となると思います。 私たちがこうやって京都のインターネットガバナンスフォーラムに集まってその一度に関しているのを見るのは勇気づけられることです。世界銀行においては世界中のパートナーとこの議題に関して協力を含めていくことをこれから楽しみにしております。デジタルの力を活用して住みやすい地球からこの貧困を根絶しましょう。どうもありがとうございました。 ありがとうございました。そして閣僚ハイレベルの代表から素晴らしい考え、そして素晴らしいインプットありがとうございました。あのパネリストの二分最後の二分のまとめにあの続きます。本堂さんどうぞ。ありがとうございます。ミレニアム開発目標から持続可能な開発目標まで我々にの前の課題というのは変化したものの増加しています。そして 過去10年間で最も影響力のあった現象というのは疑うことなく ICT サービスの台頭だと思いますそこで私はこの ICT コミュニティの住人の一人として ICT というのは可能性のキャンバスのようなものを提供しているんだと思いますつまり課題をオポチュニティに変える力がありますで我々が SDG に向けて s 進行するときやはり ICT のコミュニティが他のステークホルダーと協力をしていくことが何よりも大事ですまた慎重な楽観心を持って ICT のコミュニティは将来のアーキテクトという役割を持つべきです我々のコミットメントそして あの創造性を持って豊かなあ。そしてインスパーリングな将来を作るという力が今試されていると思います。ま、先生を今回、この素晴らしいセッションにご招聘をくださったことを感謝いたします。ありがとうございます。あの、非常に美しい視明をいただきました。ありがとうございます。では、シャリーさんどうぞ2分です。ありがとうございます。 デジタルテクノロジーの潜在力として s d g を達成するま潜在性を持っているということですまそれはそうだと思うんですけれどもただやはり 我々が2015年に設定したターゲット達成にはまだ遅れが出ていますまたこういったターゲットをあの再考しなければいけないんじゃないかと世界は変わったからという人もいますがでもテクノロジーも変わりました今のテクノロジーのトレンドを見ると期待は上がりますがしかし一方でサイバーセキュリティの疑問とかデータプライバシーの問題とかいろいろな疑問も出てきましたですからバランスがどこにあるんでしょうか我々は前進する中でデジタルテクノロジーの力を活用して そして STG への進展をやはり加速化することができると思いますただその中で誰一人取り残さないということが重要だつまり放射性とそれからあの安心性というのはまさに一番最先端なわけですつまりあの持続可能で放射的な未来でそれが今の環境とそして気候変動の変化も十分本外したものになることを祈っておりますでは石戸さんどうぞ 1997年京都議定書がまさにこの会場で成立しました。温室効果ガスの削減に関して環境問題に対応するということで今26年前になりますけれどもここで成立したんです今京都を SDGs のレンズで見ると京都は持続可能な開発に長期ずっと取り組んでたんだなというふうに思います。京都は 1000年以上日本の首都でした1200年前からそうでしたそれから近くの喫茶店ですらもう100年以上営業しているところがあります 150, 100年以上の企業というのが5万社ぐらいありましてそれは世界で最大だと言われていますそして3000社 がもうすでに200年以上創業して立っているというふうなところがあります世界のほとんどが日本にありますで企業経営という意味においては持続可能なマネジメントをやってきたということになります京都日本というのはそういう場所なんですですから持続可能性ととといいいいうもものを考えるとってもいい場所だと思います皆さん京都にいらしてくださってありがとうございました楽しんでください。 ありがとうございましたでは丸原学長どうぞはい、ありがとうございます私たち遅れていると SDGs の達成に向かって遅れています明らかなことです SDGs サミットでもそれは明らかにされましたしかしながら私たちが自らに課して責任を持つべきだと思うんですつまり 私たち消費もしているしその責任ある形で生産して消費をすることが必要ですそしてまた法律立法,立法者に対して私たちプレッシャーをかけてそしてちゃんと法律を使ってくださいとそれからいろんなものにアクセスができるような形になっていかなければいけませんしそれから インフラも必要ですただ PPP がそれを行うには必要なんですつまりデジタル技術を使うことによってより知識が増えますそれからキャパシティも、えー、その個々人の手の中に収まるんですなので政府だけがやる必要はなくなりますなので全てのででて人を巻き込んで 国際的に対応することがテクノロジーによって可能になります。それを持続可能に持続可能性に繋げればいいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。え、キャロラインさんどうぞありがとうございます。まず、ご視聴ありがとうございました。先ほどおっしゃった通り、確かに遅れは取ってます。けれども、でも恐る遅すぎるということはないと思います。行動を起こすのにで。私は？ 最初と同じ言葉でまとめたいと思うんですがこれはまさに分水嶺でですす転換点です大きな課題には必ずチャンスそれから変化が付きまといます。ですからこ,のここでやはり行動を起こすことが重要だと思います。で一つあまり細かく話さなかった行動があるんですけれども民主主義国家としてそして人権それの それから法の支配をもととなる国としてはやはり議会と議員を動員するべきだと思うんですで、私はオーストリア政府を代表してるんですが我々はまさにここで正しい措置というのを導入するべきだと思います。 企業がそういった措置を取るのではなくてやはり政府議会がその責任を負うべきで今日のように我々の経験を共有し合い我々の期待も共有し合うそして今までの業績達成も 共有するべきです。というのはあの今までなされたことを否定することはないわけですで。今までの実績も共有するということも重要だと思います。例えばのデジタル化があの大変なコロナ期の間にかなり強化されました。ということでこれを一つの模範例としてもう遅いということはない。今行動を取るべきだということを申し上げたいと思います。では李 事務次官どうぞ最後にどうぞありがとうございますこのパネリストと一緒に我々の視点を共有できて嬉しく思います8年前世界のリーダーがこの2030アジェンダというつまり17の SDG に合意しましたそして 我々は確かにその達成については遅れてはいますそれは認めますでもまだ希望はあります今こそが行動の時です変化の時です SDGs を再活性化するためにデジタルというのが最も重要な手段 としして貢献ででできるでしょうそのやり方ですが一つ,つはデジタルな SDG へのデジタルの適用を加速化するそして SDG の特定のターゲットにフォーカスしてそして途上国それから特に恵まれない人々にフォーカスを当てるということですそれから平等性そして包摂性が中心デジタル化の中心であることを 持続するということそしてインフラストラクチャーとそしてデジタルな能力をさらに強化するということが2つ目です特に注目すべきがその格差をなくすつまりデジタルディバイド特に各国間のデジタルディバイドの解消です特に LDC とか SIDS とか などの国を助けるということでそれからローカルなコミュニティ がデジタルなソリューションをローカルの経済のために開発することを支援するということですそして三つ目がデジタルの協力を各国間で協力すると強化するということです安全で包摂性でそしてセキュリティのある安価なデジタルアクセスを全ての国の全ての個人に保障することが重要ですそれが我々の約束です すべての国、すべての個人に対する我々の約束であるべきです。ありがとうございます。事務次官、これによって、まあ今までたくさん投げかけられた疑問とかあるいは議論になったあの格差とかギャップに対するまあ一つの示唆答えを多く与えてくださいました。まあ私まあ今回この非常に あのエネルギー溢れたパネルの失敗をおせつかって本当に嬉しく申します。思います。そして、全てのパネリストの方々、本当に貴重な時間を共有してくださったということ。それから、あの非常に関連性の高い重要なディスカッションに対して、あの貢献してくださったことを本当に感謝いたします。この討議というのは？ 前に向けた経路ですまあ、確かにいろいろな欠陥とかあるいは遅れとかありますでもアアイディアそして我々全員のやはり願望としては前を向くということですでこのセッションはまさに前向きの一歩でありますデジタルソリューションというのは魔法の杖ではありませんそんなこと決してありませんでパネルの方々がおっしゃいましたがデジタルソリューション というのは開発のペースを加速化するために使うのであればより慎重な正確な計画そして戦略を立てることで意味のある発展を実現しそして不要なものを避けるることとができると思いますでその中で特に行動それからイノベーションアイディアそして思考それからコラボレーションそして協力 に投資をするということです全ての階層の全てのステークホルダーの協力が何よりも必要ですということで今日は本当に皆様ありがとうございましたこの競技に参加してくださったパネリストそして参加者に感謝いたしますそしてパネリストの皆様ま方このステージの左側に集まっていただけますか写真撮影をいたしますそれからジュールさんもあのこのグループ 写真集合写真にぜひ入ってくださいありがとうございました。